他の会社さんとは全然あの原価率が違ってくると思います。それはなぜかと言いますと、それだけあのいい品質のものを材料も使っておりますし、肥料も使っておりますし、あと人手がかかっているというか、手間暇がかかっているということでございますね。土壌も水も、それから肥料も、それからあと製法ですね。製法も独自の形でやっておりまして、特に製法に至っては普通深蒸し茶ってご存知だと思うんですけれども、それがもっと、際立ったものが超深蒸し茶っていうのがございまして、超深蒸し製法で作っておりまして、そういたしますと、もう本当にあのどの商品でも全部お湯でも水でも全商品あの抽出することができますし、それからあの何千も千が効くというか、何回も抽出ができるんですね。だいたい5、6回くらいまでは抽出ができます。液体窒素充填をいたしまして、あの冷凍倉庫に入れまして、それからそれを加工するときも本当に生鮮食品扱いをしておりますので、それであのもう新茶の時のなるべく味を損なわないで1年間を保存できるような形で、ともすると熟成されて、あの新茶の時よりも、グレードの高い旨味が出てくるような形をとっておりますし、そうでございますね。あの深蒸しのお茶を作りました一人が、まあ、私の、父にあたります杉本健太郎でございまして、それで、その業績が認められまして、王子褒章という勲章をいただきまして、その後勲4等もいただいたりとかしてるくらい、まあ、認められていることと、それからあの伊勢神宮市長の御用達ということになりまして、どうしてかと言いますと、伊勢神宮の中に鈴川という川が流れておりまして、そちらの本流がまあ宮川で、宮川の上の方に、昔からうちが作ってる茶園がございましたのがきっかけだと聞いております。あの本物と本物の取り組みをして、それからいろんなものとコラボをしたりして、より、若い方にも、それからお茶に馴染みのなかった方にもお茶というものを分かっていただきたいなと思っておりますので、今、和菓子屋さん、洋菓子屋さん、それから料亭さんですね、そういったものですとか、あのどんどん今コラボレーションをやらせていただいてまして、それで本物というか、もう質のいいもの、おいしいものとの材料を使ったものはこんなおいしいお菓子ができるのよとかね、そういうのを分かっていただきたいので、そういう発信を今一生懸命仕掛けているところでございます。例えばあのまず殺菌作用ですね。例えばインフルエンザになりにくいのは、やっぱりうがいをしてた方が、あのお茶でうがいをしてたらインフルエンザになりにくいので、そういうお茶の産地ですと、小学校は蛇口からお茶が出る学校もあるくらいなんですね。それからお寿司屋さんでお茶が出るっていうのも殺菌作用ですし、それから O157 の時にはもうお茶屋さんが大々的にあの発表してましたし、あと水虫がお茶で治ったっていう例もございますし、ビタミン C がレモンの5倍入ってるんです。それからビタミン E の20倍抗酸化力があるんですね。抗酸化力っていうのは、アンチエイジングにすごく影響があるんですけども、そういったこともございますし、あとあのがんの予防ですね。がんですと1日10杯あの召し上がるとがんの予防になるよという基地が学会で発表されて新聞記事出たんですけども、なかなか1日10杯って飲めないので、それで先ほど言いましたような煎茶を粉末にしてさっとあの溶けますので、それを1杯飲めばだいたい10杯分ぐらいに相当するので、それでそういうのを発売しようかなと思い出しました。はい。それからやっぱり記憶力とか、判断力をあの促すことにもなっておりますし、あと激しい運動をする前に召し上がっていただくと脂肪がエネルギーになるので、ああいう世界的なテニスの大会などは割と日本茶を皆さん召し上がってるんですよ。やはりあの日本の独自の良さだと思います。
食べるもの、飲むものもそうですし、それから、いろいろ飾るものにしても、それから室内にしても、あの日本ならではの、素晴らしいものが脈々とあの続いているものであると思うんですけども、そういったものをやはり、大切にして、それからあのいろんな世界にも発信していければなというふうに思いますけれども、あの100年以上あのずっと続いている家の人の会とかあるんですけど、あのそういう方々は本当にすごい老舗でいらっしゃいますし、それからあのお家もずっと長く続いているお家なんですけど、そういう方々の共通点はですね、あの古いものは大切にするけども、新しい発信を忘れていなくて、ちゃんとその代で新しいものの開発をして、開拓をして、そしてまたそれを発信しようとしていらっしゃるところがすごく共通点なので、やはり、ずっと続いていくということはそういうことなのではないかなというふうに思います。日本独自の日本ならではのものってまだまだいっぱい残ってると思いますし、それから、今は食文化でも日本のものがすごく海外で見直されてきてるっていうのも聞きますし、そういったものは世界的にも、それから自分たち自身でもすごく誇れるものがあると思うので、あのそういったものを、若い方にもあの探していって、自分の、和文化というか、そういうものを探していただけたら嬉しいなと思います。あの例えば今式年遷宮で20年に一度 の、 あの、お社のお引っ越しがありますよね、伊勢神宮で。そういったものって今まで全然知らなかった若い方もすごく何か伊勢神宮のことを注目されて、それでもう誰も彼もが行ってみようかな、じゃあ伊勢神宮って何なのかなとか、すごくこう興味を持たれて、いろんな今までにこんな方には聞かれなかったのにという方からもすごく聞かれたりなんかあのしてるんですね。どんなきっかけでもいいですので、それはどういうことだっていうのを紐解くと、だんだんそこから派生して、あじゃあ日本の神様のルーツは何だったんだろうとか、いろんなことをずっと発生して思っていけば、だんだん日本ってこんなすごい国なんだねとかいうのが分かってきて、それでだんだん日本のその文化的なものにも興味を持ったり、まあどの部分に興味を持つかその方によって違うと思うんですけど、何かのきっかけがすごく大切だなっていうふうに思います。それからやはりあともう一つは、海外に行った時ですね、私も初めて海外に行った時に、もう矢継ぎ早にその時日本のことをすごく聞かれたんです。そうしまして、あの私の知ってたあの知識って割と薄っぺらい部分もありましたので、やはり海外の外人の方に、お話ししたり説明するには、ちゃんときちっと分かってないと説明ができないんだなということをすごく思いましたので、あの外に出てみたり、あるいは外国の方と接してみたり、国内でもあのいいんですので、そうすると意外と海外の方で日本のことを詳しく知ってらっしゃったりする方があって、それで割とそれから日本を見つめ直すとか勉強し直すっていうきっかけになったりもするかと思います。そうですね、やはりあのまずそういうあの何百年も続いている方たちと交流を持って、それであの、まあ、クールジャパンというか、あの世界発信してあのいいものを広めていこうっていうあのこともやっておりますし、それからいろんな会社さんと一緒に組んで、やはりそういった若い方々にもそういうのを知っていただくために、あのそういう外国の方が交流なさるところにあの出してみたり、あとそういう日本の歴史的な、ものをこう発展させようと思ってらっしゃるところの会にいろいろあの支援をさせていただいたりとか、あと販売させていただいたり、その時 の、 あの、まあ、取り組みによっていろいろ形は違うんですけども、今までになくいろんなところに参加させていただいて発信しようと今しておりますし、いろんなものに、
まあ、興味を持ってる若い方々たくさんいらっしゃると思うんですけども、今以上にいろんなものに興味を持って、そして日本の古くからの文化にやはり目を向けていただけたら嬉しいなと思います。